コスモ大空は日本の競争馬である。主な勝ち倉は2012年に弥生賞。馬名の由来は冠名大空。デビューは9月25日の中山の芝1600メートル戦。中谷優太が騎乗し、13頭だけで最低人気だったが直線伸びて4着と検討した。勝ったのは松岡正し会騎場のアルフレードだったが、中谷は松岡から、 その馬走るから手放さないようにと言われたという。自走の10月16日の東京の芝1800メートルの未勝利戦は先行して粘り離さに着に入る。そして11月5日の同じ東京の芝2000メートル未勝利戦は先行から直線抜け出して3戦目で初勝利を挙げた。昇級した12月3日の500万下のハボタン賞は不良馬場ながら、 最後の直線で名称角松を差し切ってに連勝となった。安城の中谷はゴール後にガッツポーズを見せ、後にどこからでも届くという自信があった。進路さえ間違いなければ勝てると思ったと語っている。柴田大地に乗り換わり、初戦となった共同通信杯は先行するもの美をかき5着に敗れる。そしてやよいは人気になったアダムスピークのババに苦しむのを横目に。 直線差し切り、重症発制覇を飾った。安城の柴田大地は1997年のエアガッツ以来約15年ぶりの平地重症制覇。長教師の高橋義弘もこれが平地重症発制覇。老日陰名三区にとってもこれが JRA 重症発制覇となった。そして4月15日の札幌賞では、 道中高位追走も直線伸びきれずゴールドシップの4着に敗れる。5月27日の日本ダービーは中段追走も直線伸びきれず6着に敗れる。レース後、両大一子骨剥離骨折が判明し、休養することとなった。休養明けとなった菊花賞は起乗予定だった、柴田大地が3日前の地方、川崎競馬で起乗した際に落馬し骨折したため、 岩田厚生に乗り換わり、いいところなく17着惨敗となった。その後暮れの中京の金社地勝に出走も11着に、敗れる。中山金杯は中断のまま8着。中日新聞杯は、辛抱再導のため最後の直線で、競争中止した。続く目黒記念は17着に敗れた。2014年12月のディセンバーステークスで、 1> 約1年7ヶ月ぶりに復帰し11着。2015年3月20日に、左前つなぎ部浅久県園が判明。翌21日付で競争場登録を抹消された。引退後、当初は、美ホトレーニングセンターで乗馬になる。2018年11月より、北海道岩内町のホーストラスト北海道で、つなぎをされている。ありがとうございます。